FNAF 3の静止は複雑だ。初めて FNAF にバッド、ジエンドという2つのエンディングを作り出した Five Nights at Freddy's 3。ナンバリングタイトルの3作品目はユーザー離れが多く起こるものとなっており、いかに既存ユーザーを次世代まで飽きさせないかが重要となってきますが、スコット氏はそこをうまく扱い、制作した結果ファンからの期待度が高い作品となりました。今回は FNAF 3の考察を話していこうと思ったのですが、近年の FNAF では小説とのリンクが非常に重要となっており、三大小説しか読んでない僕にとっては考察があまりはかどっていません。最新の情報を得た上で正規の考察動画を出したいと思っているので、今回は今作の主人公に焦点を当てて語っていこうと思います。なお、この動画には FNAF 3以外のシリーズのゲームと小説のネタバレを含みます。ジャンプスケア等の脅かし要素はないので、ご安心してください。まずは情報だけ整理してみましょう。今作の舞台は過去のお店から物資を調達して作られたホラーアトラクション施設です。年代はフレディ・ファズベアーズ・ピッツが閉店してから30年後。今までの考察を頼りにすると2023年ということになります。このお店にアニマトロニクスは存在しないはずでしたが、2夜目からはなぜかスプリングトラップが見つかり、こちらを襲うようになります。後日姉妹店でスプリングロックと呼ばれる動作不良があったことから、スーツには触れないようにと警告されます。そして5日間の業務を終えた後、配線ミスによりファズベアフライトが全焼という流れでした。今作の敵はファントム、幻お化けとして出現し、全部で7体いますが、そのうちゲームオーバーになるのはスプトラのみとなっています。情報を整理できたところで、僕が話したかったことを紹介していこうと思います。なぜスプリングトラップが襲ってくるのか、そして今作の主人公は誰なのか。アニマトロニクスに襲われるとゲームオーバーという定石を覆してきたスプトラ、皆さんご存知の通り中にはあのウィリアム・アフトンが入っています。アニマトロニクスが襲ってくる理由として徘徊モードやレムナントなどが挙げられますが、あいつはそもそも人間であり自分の意思で動いています。まあなぜスプリングロックをされても生きているのかという点は置いといて、児童行方不明事件を再び起こそうとして主人公を襲ってきているのかとも思いましたが、主人公の声はどう考えても子供の声には聞こえません。そこで他のゲームの情報や小説をもとに、ある2人の人物であると僕は考えました。まず1人目、マイケル・アフトン説。おそらく最有力候補であろうこの人物は FNAF 1、2でも警備員を務めていました。そのためファントムシリーズとして出てくるアニマトロニクスたちの説明がつき、スプリングトラップであるウィリアムとも親子という関係があります。そしてマイケル説を唱える者が参考にしている資料が、シスターロケーションのカスタムナイトクリア後に現れるカットシーンです。父さん、俺だよ、マイケルだよ、やったよ、見つけたよ、父さんがあると言ってた場所にあった、すべてそこにあった。彼らは最初僕だと気づかなかったようだが、彼らは僕を父さんだと思ったんだ。そして彼女を見つけた。だがおかしいのは僕だ。死ぬはずなのに死んでいない。ずっと闇に潜んで生きてきた。残された僕にできることは一つしかない。あなたを見つけることだ。あなたを見つけることだ。このカットシーンについて詳しく見ていきましょう。全焼したと思われるファズベアフライトからスプリングトラップが起き上がるという映像なのですが、全てそこにあった、彼らは最初僕だと気づかなかったようだが、彼らは僕を父さんだと思ったんだという一文から、スクーパーによってレムナントを注入された後のマイケルだということがわかります。次に、そして彼女を見つけた。詳しくはシスターロケーションの考察の時に話しますが、これはベイビー元い彼女の中に入っている人物のことです。そして最後に、残された僕にできることは一つしかない、あなたを見つけることだ。このことからマイケルは父親であるウィリアムを探そうとしており、その結果ファズベアフライトにたどり着いたということがわかります。さらにシスターロケーションは FNAF 3よりも前に起こった出来事であり、時系列的にも納得がいくでしょう。ウィリアムがマイケルを襲っているという構図に疑問を生じた方もいるかと思いますが、その謎は FNAF 4の情報で解けるかと思います。 FNAF 4ではフォクシーの仮面をかぶった幼い頃のマイケルと、いつも泣いているバイトビクティムという少年がミニゲーム内で登場します。実はこの少年はウィリアムの息子であり、
マイケルの弟という関係を持ちます。マイケルはいつも弟であるビクティムを脅かしたり部屋に閉じ込めたりといたずらをしますが、最終的にはフレッドベアーに頭を噛み砕かれて少年は死んでしまいます。兄であるマイケルは申し訳なかったと懺悔後悔していますが、父であるウィリアムからするとどうでしょう。自分の息子を長男であるマイケルが殺したとなれば親として怒るのは当然でしょう。そんなマイケルを襲うという構図が FNAF 3で実現したのではないでしょうか。引っかかる点としては、カットシーンの映像は別にマイケルがファズベアフライトに来たという視点ではなく、ウィリアムがまだ生きているということを分かりやすくしただけのものなのではないかという点です。ピッツァレアシミュレーターでスクラップトラップとして再登場したウィリアムがどういった経緯で蘇ったのかの単なる資料なのではないでしょうか。まあそれ抜きにしても、主人公がマイケルだという証拠は揃っていますし、 FNAF 1、2、4、SL、FFPS に登場している彼を警備員と考えるのが妥当だという説明でした。2人目の候補はヘンリー・エミリー説です。最有力候補だと思っている人物でもあります。ちなみに完全に主観なのですが、日本人はマイケル説を推している人が多くて、海外勢はヘンリー説を推す人が多いイメージです。ヘンリー・エミリーとはウィリアムの旧友であり、共に家族食堂を経営した中でもある男です。彼はアニマトロニクスの開発をしていた人物なので、 FNAF 1と2に出てきたアニマトロニクスの幻覚の説明がつきますし、 MCI を起こしたウィリアムのその後を追っていても何の違和感もありません。さらにウィリアムによって殺された者たちの魂を解放したいと思っている彼なら、お店を燃やして全て終わらせようと考えていたのではないでしょうか。つまり僕は、配線ミスにより火事が起きたのではなく、ヘンリーが意図的に火事を起こしたのではないかと考えています。それとヘンリー説でしか説明できない点があります。ファントムパペットの存在です。パペットの中にはヘンリーの娘であるチャーリーが入っているので、実の父親であるヘンリーを襲おうとはしなかったのではないでしょうか。実際パペットが警備室に侵入してくることはあってもエラーは起きず、ただこちらをじっと見つめてきます。もし主人公がマイケルなら FNAF 2のように襲ってくるはずです。ゲーム性の話になりますが、ヘンリーが出てくると思われる FNAF 3と、ピッツァレアシミュレーターは似ている箇所が複数存在します。 FNAF 3はミニゲーム内の隠し要素が初めて登場した作品であり、ピッツァレアシミュレーターにもフルーティーメイズアーケード、ミッドナイトモートリストなどの様々な隠し要素が用意されてあります。さらにタスクモードでは音を鳴らしてアニマトロニクスを引きつけますが、その仕様が FNAF 3のオーディオルアーと告知しています。しまいにはどちらの作品も魂を浄化して綺麗に終わらせるエンディングが存在しており、僕にはこれらの要素が偶然引き起こされたものとは思えません。時系列的にはピッツァレアシミュレーターが最後となるので、もしかしたらヘンリーはこの施設で火事の実験をしていた、ピッツァレアシミュレーターの予行演習をしていたのかもしれません。主人公がヘンリーならウィリアムにとっても好都合でしょうし、一騎打ちという点でも納得がいくかと思います。以上の観点から僕は FNAF 3主人公がヘンリーだと考察しました。いかがだったでしょうか。今回はゲーム内情報や公式ガイドブックに一切情報が載っていない FNAF 3の主人公について考察してみました。どちらの人物も納得のいく説明ができますし、まだ他にも候補となる人物は存在します。 FNAF 4のように今後出てくる情報で確定する情報もあるので、どんな展開になるのか楽しみです。それに FNAF 3にはまだ多くの謎が残されていますが、今回の動画はここまでといたします。ご清聴ありがとうございました。